こんにちは。今回私が3分解説で紹介します本はこちらです。僕はイエローでホワイトでちょっとブルー。いろんなことを想像させてくれるタイトルだと思うんですけれども、お書きになったのはブレイディ・ミカコさん。この方、イギリス南部の都市ブライトンというところに住んでいるライターさんです。ご主人はアイルランド人で、一人息子がいます。もともと住んでいた場所は比較的お金に余裕のある人が住んでいるエリアで、そこに小学生の子供が通っていました。で、そのまま進めばカトリック系の穏やかで、そして上品な中学校に通うはずだったんですが、ひょんなことから、ここに小さくあるんですけどもね、元底辺中学校に通うとこの子供が言い始めた。で、その子供をめぐるさまざまな出来事を綴ったエッセイを一冊にまとめたのがこの本です。エッセイですからもちろん実話なんですけれども、そこにはイギリス社会のさまざまな側面が凝縮されています。貧困問題があります。差別があります。そうした問題を子供たちが、まさに直面するというところを、少し離れたところから見る親の気持ちに、今私は人の親になったところですので、まさにシンクロしてしまうんですね。で、子供は純粋、確かにそうです。でも純粋と言いながら様々なことを考えています。子供は正直、本当にそうでしょうか。正直な言葉に見えるその裏側には、いろんな配慮がひょっとしたら隠れているかもしれない。子供は単純である、本当にそうでしょうか。そんなことをいろいろと考えさせてくれる、気づかせてくれる、いろんなエピソードが入っていますけれども、そこにはまさにイギリスの縮図と言っていい問題、移民の問題、貧困の問題が何度も言いますけども隠れています。例えばその中学校の中にいるハンガリーから移民としてイギリスに移り住んだ家庭の子ども、そしてものすごく貧困な家庭に生まれた子ども、この子どもたちがお互いに差別し合っている、その間にこの主人公たるブレディ・ミカコさんの息子さんは挟まれてしまう。こんなダイナミックな構図の中で子どもはどんな風に立ち居振る舞えばいいんだろう。私たちが考えても答えは出てきません。でも子どもはそれをしなやかに乗り越えたり乗り越えなかったり、忘れてしまったり挫折してしまったりします。そういうエピソードがね、なんと言えばいいんでしょう、涙を誘うこともあります、笑ってしまうこともあります。一つ例を挙げましょう。この中でこのブレディ・ミカコさんはこの中学校との関わりの中であるボランティア活動に取り組みます。それは貧困家庭が多くあるこの元底辺中学校の子どもたちのために、古着を集めてそれを修繕して安くお渡しすると、そういうボランティアに従事するんですね。ブレディ・ミカコさんの息子がある友達がいます。ティムという友達、大変貧乏な家庭です。今度ボランティアでこれ直してみんなに売るんだよ、安く売るんだという中で、あのさ、ティムのトレーナーの肘がもうすすけて肌が見えそうなんだよ、彼にも一着あげたい、でもただっていうわけにはいかないんだよな、分かった、でもこれだけたくさんあるから一つ取っておいてあげるよ、あ、じゃあきっとティム喜ぶと思う、でも母ちゃん、このトレーナーティムにどうやって渡せばいいだろう。そう、息子はいろんなことを考えているんです。学校に紙袋に入れたトレーナーを持っていて渡せばティムは自分の貧乏を恥じるかもしれない、じゃあ帰りに家に寄るって言うと何があるんだろうと警戒するかもしれない、そんなことを子供はちゃんと考えてるんですね。さらに言えば、なんでこれを僕にくれるのっていうふうにティムが聞いた時に、大人はどんな言葉を用意するでしょうか。ちょうどあなたにいいサイズがあったから取っておいたのよ、そんな言葉を一応ブレディ・ミカコさんは用意するわけですけれども、それじゃあでもわざとらしいかな、悩んでいるうちにその日が来ます。ティムは家に遊びに来ます。紅茶を一緒に飲んでゲームをします。最後にそろそろ帰らなきゃってなった時に、あ、用意した紙袋渡します、これ開けます、中には貧乏で自分で買うことのできないトレーナーが入っています、今度お金渡さなきゃ、いや、いいんだよ、え、なんでこれ僕にくれるの。その時にブレディ・ミカコさんの息子は、だって君は僕の友達だからと答えます。この答えを僕は途中まで読み進める中で用意することができませんでした。
こんな言葉がさらりと出てくる子供はとっても素敵だなと思う一方で、いろんなことを考えてその答えに到達したのかもしれない、さまざまなことを学ぶことのできる本です。大きく言えば世界が分断していって、それぞれの国が孤立しつつある中でその問題を地べたから捉えることができるという本かもしれません。でももっと小さく捉えれば、あ、子供の頃こんなことで悩んでたな、あ、今うちの子供はこんなことで悩んでるかもしれない、そんな自分の目の届く範囲のことを感じさせてくれる本かもしれません。いろんな角度でいろんなことを感じさせてくれる本です。ぜひ読んでください。子供がいてもいなくても、おじいちゃんでもおばあちゃんでもお父さんでもお母さんでも子供でも、きっとどこかが響きます。ブレイディ・ミカコさんの僕はイエローでホワイトでちょっとブルー。